イエスキリストは今もなっています。生きてる神がイエスキリストであります。 Jesus Christ is a living God。 神社仏閣に神はいません。物を言わぬ神がいます。しかし聖書の神イエスキリストはあなたが祈れば答えてくださる、その神であります。クリスマスはイエスキリストの誕生日、救い主の誕生日であります。クリスマスイズデイ、The Savior was born、救い主が生まれたクリスマス。人はなぜ生きるんでしょうか。食べて飲んで寝て80年生きて死んで、死んだ後どこに行くのか聖書は語ります。天国が地獄があると、イエスキリストを信じれば天国、そうでなければ残念だから地獄であります。聖書は語ります。生きてる神はこの聖書の中にいます。 Jesus Christ is a living God。 簡単に明治神宮行ってもお前にして1000円投げようか1万円投げようが無駄なお金であります。お賽銭に意味ありません。おみくじの大吉でもらっても意味ありません。どんぶり捨てたと同じです。しかしなら簡単にイエスキリストのいる教会に行くならば、あなたの人生は変わります。必ず良くなります。聖書はそのことを語っています。なぜならば聖書は語ります。神が愛であると、神様はあなたのことを愛すると聖書は語ります。聖書のイエスキリスト、人事神に命、あなたの人生の目的を教えてくれます。アメリカ、アメリカ。